この前ツボのゲームをやった時に、一瞬、ガンが治るツボっていうのを出したんですよ。で、その直後に入った広告で、ガン保険の広告が出たっていう人は結構いたらしいんですよね。で、もし Google が動画の内容をスキャンして広告を出してるんだったら、これで、この、虚無犬の動画を撮れば、犬の広告が出るんじゃないでしょうか。なので今回はこの、虚無の動画を撮って、犬の広告が出るかを試していきたいと思います。それでは、やっていきましょうか。虚無の散歩をしています。元気そうですね。おっと。あ、なんかベンチにね、結構興味を持ってますね。ほら、ベンチの上に座ってる。いい子ね。おし行くぞ。なかなか家の中にいるとこうやってね走り回る機会もないんで、たまにこうやって広いところに連れてくるのはいいですよね。はあ。これは AI で犬を消した犬の散歩の動画。犬ドッグフード。そんじゃあ、虚無犬に虚無ドッグフードをあげようと思います。よいしょ。よいしょ。待てよ。このボールは面白い形してますけど、虚無犬がね、早く食べ過ぎないようにしてるんです。待てよ。はいよ。いい食べっぷりですね。虚無犬がドッグフードを食べてます。なかなかいい食べっぷりですね。いい食べっぷりって今2回言ったね。この動画はですね、AI に頼んで16時間くらいかけて、獣医が犬を触ってるっていう動画から犬を取り除いてもらったんですけど、なんか呪いの動画になってしまいましたね。さて、広告に犬は出ましたでしょうか。もし出たら教えてくださいね。それじゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それではまた今度。